エリカちゃん&マーム博士と科学実験が始まるよ。目に見えない光、紫外線の不思議を調べてみよう。あれ？実験室には誰もいませんね。あ、帰ってきたみたい。お帰りなさい、マーモ博士とヘリカちゃん。あれ、何かいつもと違うな。鼻の首飾りと浮き輪なんかつけちゃって。南の島でバカンスでもしてきたんですか？いいですね、羨ましい。マーモ博士、顔が日焼けしてますね。なぜ日焼けをするのかって？なんだろう。ふむ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 、そういうことね。ふむ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 、なるほど。へえ、目に見えない紫外線が犯人か。紫外線って不思議。今日は紫外線の実験をするんですね。どんな実験をするんですか？その紙を使うんですね。感光紙って言うんだ。紫外線で色が変わるんですね。これからこの紙に紫外線を当てるんですね。どうやって実験をするのかな、楽しみ。てってれー、 UV ライト。ここから紫外線が出るんですね。早速実験を始めるんですか？え、なになに？変身。サングラスかけただけ？なるほど、紫外線対策ね。さっきの観光紙に紫外線を当てるんだ。その観光紙を水につけて乾かすと、わっ、青くなったね。ヘリカちゃんもびっくり。そして次の実験に移るんですね。ヘリカちゃんの厚紙を使うんですね。観光紙の上にヘリカちゃんの厚紙を乗せて紫外線を当てるんだ。そしてさっきと同じ水につけて乾かしてみると、ヘリカちゃんの厚紙のところだけ白く残りましたね。次の実験は日焼け止めクリームとハンドクリームを使って変化の違いを比べてみるんですね。謎の助手 A さんが手伝ってくれるのかな。この透明なシートに2つのクリームを使ってそれぞれのヘリカちゃんを描くんですね。助手 A さん、よろしく。筆にクリームをつけてヘリカちゃんの上を上手になぞっていますね。それぞれの髪に紫外線を当ててみると、あれ、日焼け止めクリームの方はヘリカちゃんがはっきり見えますね。次は観光紙を水につけてみると、だんだん色が変わってきましたね。それを乾かすと、わあ、日焼け止めクリームで描いたヘリカちゃんだけ白く残りましたよ。ハンドクリームで描いたヘリカちゃんは紫外線を遮れなかったんだね。さーて、次の実験は？その液体を使うんですか？え？紫外線を当てると固まるって？まず絵を描いて紫外線を当ててみると、わあ、すごい！ドロドロだった液が紫外線を当てたらカチコチになってしまいました。マーモ博士、次は何を作るんですか？な、ないしょって。何を作るのかな？紫外線硬化樹脂に緑色のインクを混ぜましたね。青い光が紫外線ですね。この工程を何回か繰り返しながら大きくしていますね。だんだん大きくなってきたけど、何ができるんだろうね。
買えるかな。大きく盛り上がってきました。カメかな。木が出てきたよ。あー、もしかしてヤシの木だね。これは南の島だったんですね。すっごい、南の島でマーモ博士が踊ってる。エリカちゃん、ここに行ってきたんだね。次は、え、ヘリカちゃんを作るんですか。本当ですか。でっでれーん、 3D プリンター。この装置でヘリカちゃんを作るんですね。 3D プリンターも紫外線で樹脂を固めているんだね。それでヘリカちゃんを作るにはパソコンで3次元のモデルを作る必要があるんですね。どうやって作るのかな。マーモ博士が誰か呼んでる。え、謎の助手 A さんだ。マーモ博士の助手だったんだね。びっくり。助手 A さんがヘリカちゃんのモデルを作っているけど、みんなヘリカちゃんの誕生日を知っているかな。5月24日なんだよ。覚えておいてね。あと、ヘリカちゃんの好きな食べ物って知ってるかな。ヒントを言うよ。小麦粉に砂糖、バター、卵などを混ぜてこねた後、丸く輪にして揚げたお菓子。そうそう、ヘリカちゃんの好きな食べ物はドーナツでした。そうこうしているうちにヘリカちゃんのモデルがだいぶ出来上がってきましたね。やったー、ヘリカちゃんのモデルの出来上がり。このモデルを 3D プリンターに読み込ませてプリントスタート。さあ、プリントの開始だ。わーい、わーい。わ、すごく光ってる。これが紫外線なんですね。紫外線で固まっているのがわかるかな。 3D プリンターって最近よく聞くけど、こうやって作っているんですね。これが 3D プリンターか。すげえな、これは。そろそろ完成ですよ。なんと11時間もかかるんですね。さあ、どうなっているのかな。楽しみ。あ、ヘリカちゃん発見。できてる。わ、すごい。手のひらサイズのヘリカちゃんだ。ヘリカちゃん、やったね。サポート材がくっついているから、それをヘラで削っていくんだね。謎の助手 A さん、きれいにお願いしますね。余分なサポート材を一通り剥がしたら、この装置を使って取りきれなかったサポート材を取るんですね。研磨剤の入った水を勢いよく吹きつけて綺麗にするんですね。つるんとしたヘリカちゃんになってる。マーモ博士、謎の助手 A さんが来ましたよ。イエーイ。小さなヘリカちゃんの出来上がり。やったね、やったね、ヘリカちゃん。紫外線のおかげでできたんだね。すごい。我々は宇宙人だ。
今日のおさらい。太陽の光には目に見えない光があったね。日焼けの原因は紫外線だよ。観光紙は紫外線を当ててから水につけると青くなったね。日焼け止めクリームで紫外線を遮ることができたね。紫外線硬化樹脂は紫外線を当てると硬くなったね。紫外線って不思議な力があるね。エリカちゃんとマーム博士、今日も面白い実験を見せてくれてありがとうございました。謎の助手 A さんもありがとう。核融合科学研究所ではマーモ博士がバカンスに行ったこの海の海水から無限のエネルギーを取り出すための研究をしています。また見てね。